ていきまーす。せーの、ゴー。今回は前回言ってたこちら、セクシーゾーン。はい、来ました。こちらで総選挙やっていきたいんですけども、じゃあまずは俺たちの推しカレ発表します。はい、行きましょう。じゃあ行きます、せーので。せーの行きます。せーの、ドン。めちゃまー。おーおーおー、みんな。いや、そうでしょ、だってさ。そう、いや、だってやっぱさ、もう好きだもん、性格が好きだもん。やっぱあれなのかな、テレビいっぱい出てるとさ、認知度も知るよね。そうそうそう、やっぱ俺の聞いてほしい。かっこいいのは当たり前じゃん、うん、その中であのバラエティとかトーク力があるのが好きなの。うん、やっぱだから出てるからだよね。だからでもさ、わかんないじゃん。例えばじゃあ松島くんがめっちゃバラエティ出てて面白かったら松島くんになるかもしれない。可能性はある、可能性はある。その人のこと知ってればやっぱ好きなんだよ。そう、俺は菊池くんのことしか知らない。知ってるよ、知ってるよ。今回こちらでじゃあ風磨くん1位で予想するか。俺らはそうだね、行きますか。はい、行きましょう。よっ、ドゥン。今回こちらのセクシーゾーン、ご存知ですか。はいはい。ジャニーズは好きですか。はい、あ、別にやっぱ知らない。一人抜けたんですよ、12月。はい、おお、それ知ってるやん。知るやん。スクールとスクール、タイプとかかっこいいなって思う人を選んだんですけど、決まったら。せーの、あ、そう、マジ。キツイのマッチは、あ、そう、レイさんが言ってる。なんか理由とかあります。ノリやろ、ノリやろ。なんかあ、顔か。マジか。俺性格やと思ってた。顔的に。いや、なんか年下な感じの人が好きなんで、年下感あなと思って。ちなみにいくつ？21歳。1位。誕生日。お、誕生日おめでとう。おめでとう。せーの。ふうまくん。好き、やっぱり。好き。ふうまくん人気だね、やっぱり。人気だね。顔がエロい。エロいの好きなの。エロいの好きなの。じゃあ顔がエロいから風磨くんでした。はい、ありがとうございます。性格でも顔でもタイプだな。名前がエロって。よーし。せーの。あ、すごい。うわ、好きなんだ。好きなんだ。名前嫌いだけど顔は好きなんだ。理由はある。せーの、勝利君。でも顔がとにかくタイプで可愛い系が好きやから。一緒。なるほど。せーの、おお、ケイト君勝利。なんか顔がいい。顔がいい。あ、面白いから。顔がいいっていうのと面白いが。終了。はい、終了。はい、終了しました。ありがとうございます。今回荒れました。え、マジ？じゃあ俺途中からさ、はい、あのずっとさ、次のこと気になってさ、誰指差したとか覚えてないんだよ。お前、次やめろ。やめてたなとか。こうね、だんだんね、こんな感じで。あ、じゃあ僅差だったんだ、まあまあ。じゃあ、ちょっとあのヒゲもだんだん。あ、トトロ。ボ。ボ。今日はあの1位だけ、あ、1位だけ発表したいと思います。おし、あ、まあ余談ですけど、私はあのセクシーゾーンはあのギュッと、あ、って言ったら、そうそうそう、 あれね、あの歌がすごく前から誰のこと。第1位で32票。結果10万。風磨くんでした。風磨くんがね、最後バーンってきました。やっぱすごいね、なんか顔がエロい、ね、そう、顔エロい、もう2組ぐらいいた、うん、かかとエロい、かかとエロい、 あと面白いとかね、めっちゃツバの塊を埋まってたな、お前。あんまいじめないで、もうヒゲとかやばいんだよ。なんと、実は朝からと違ったことがあります。ヒゲが入りました。ヒゲが入りました。撮ってた。